そういえばお前、笛を吹けるって言ってたな。じゃあ、これを吹いてみてくれ。こいつらの背後を取れなかった罰としてな。ここには俺以外に笛を吹けるやつがいないんでな。せっかくですから、私も小鼓を打ちましょう。すぐに支度をしてきますから、待っていてください。あつ森だ。わかるか？なかなかうまいものじゃのう。うまいけど物悲しい音色だな。思えばこの世は常の住みかにあらず、草場によく白露、水に宿る月よりなお怪し。信繁様の舞を見るのは久々ですが、さすがうまく舞いますな。そうか、以前はもう少し動きにキレがあったと思うがな。そんな調子じゃ大坂に行ったその日に暗殺されるんじゃないのか。ふん、ただ殺されてやるつもりはない。人間50年、下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび賞を受け滅せぬもののあるべきか。